マリサ、カッパを見たらどうする？カッパなぁ、尻を隠せとか言うよな。尻子玉を抜かれるからよね。個人的にはキュウリを地面に置いて拾ってる間に皿を割るわ。えぐいことをするなぁ。一応私らの元ネタの方にはカッパいるのに。先手必勝よ。それにしてもさ、尻子玉抜かれるなんて、昔の人も面白いことを考えるものね。雷が鳴ったらへそを隠せとかな。そういう迷信は昔から多く信じられてきたもんだ。よし、今日は迷信の話をしよう。そうだな、昔はよく言われていた迷信の数々を紹介していこう。一つ目は、霊柩車を見たら親指を隠せ。これは昔にはかなり有名な迷信だな。え、そうなの？私は全く聞いたことがないんだけれど、精霊崇拝みたいな感じ？まあそんな感じではあるな。精霊崇拝というのは精霊の存在を信じて親愛や恐怖を感じ、そこから発する信仰のことを指すわ。原始的な宗教の形だな。日本にも当然精霊崇拝はあってな。古代の日本人は親指を自分の霊魂の出入り口とする考えをしていたんだ。へえ、親指にそんな意味がねえ。だから死者の汚れが自分の魂に入らぬように親指を隠したと、そういう風に思われていたんだぜ。だけどそんなに古い迷信なの？霊柩車とかいう近代的なワードが出てくるのに。この迷信が広がったのは霊柩車が普及した大正時代以降だな。親は大切だから死んだ人に連れて行かれないようにと考え、親指が親を意味していて親指を隠すというのができた、という風にも言われているぜ。なるほどなぁ。親の魂があの世に引っ張られないためにか。まあ、日本人は仮想の文化もあるし、西洋に比べれば身内の死に対する区切りをつけるという意識が強い国だ。確かに、土葬の国と比べるとそういう感じはあるかもね。こういった行動も、身内の死の悲しみをいつまでも引きずらないようにと、考えるところから来ているのかもな。身内のことを大切にするからこそ引きずらないようにと考えたり、こういう迷信が生まれたりするわけね。二つ目は、靴下を履いて寝たら親の死に目に会えない、だ。なんかあれね、これぞ迷信、という感じがするわね。迷信にもいろいろあるけれど、禁忌系の迷信だよね。そうだな。日本人の迷信は禁忌、伝統や習慣、予兆や前兆、あとは超常現象に分類されるかもな。で、どうして靴下を履いたまま寝たら親の死に目に会えないの？これはまあ、もともと靴下を履いたまま寝なきゃいけないほど、冷え性がひどい人は結構危ないというところから来てると考えられるぜ。なるほど、順序が逆なのね。足先が冷え性ということは上半身に熱が溜まるということ。頭に溜まりすぎると脳卒中になり、胸に溜まりすぎると、高血圧、心筋梗塞、狭心症になりやすくなる。そういう風に内臓が正常に働いていない状態になると、親の死に目に会えない可能性が出てくるということだね。あと、靴下を履いたまま寝たら楽に血行が悪くなるとも言われてる。どのみち、靴下を履いて寝るのは良くないということだな。良くないことだから、親より先に死ぬと刺激的な文言を使って、禁忌としているわけだね。三つ目は、茶柱が立つと縁起がいいという迷信だな。お、めちゃくちゃ有名な迷信だ。おそらく日本で最もポピュラーな迷信の一つだろうぜ。平成世代でも普通に知ってるしね。令和はどうか知らないけれど。この迷信が広がったのは静岡県に位置する駿河からだそうだ。やはりお茶の国だからか。昔、あるお茶の商人が一番茶の新芽のいいお茶ばかりが売れて、二番茶が売れ残ることに困っていた。まあそら、一番茶と二番茶が両方あったら一番茶が欲しいわよ。二番茶は一番茶と比べて成長をしているから茎が多く混ざるんだ。だから売れにくい、という話ね。そこでこの商人は茶柱が立つと縁起がいいという風に、二番茶の弱点を逆手に取るプロモーションをしたわけだな。もともと販売戦略だったのか。他の説としては茶柱が立つことを柱が立つ、大黒柱が立つと連想し、一家の安寧や繁栄につながるという風に考えられたというのもある。あまりにも強引すぎる。最初の説の方が好きだなぁ。私もそう思うぜ。四つ目は、表札を釘打ちすると出世しないという迷信だ。まあ、なんとなくわからなくはない迷信だわ。気持ちはわかる、という感じはするな。なんとなくだけどね。表札は家の顔であり、風水でも表札と運気には深い関係がある、という風に考えられているんだ。つまり、家運とかの象徴なのね。家運？健康運、出世運だな。その家の運気を左右するアイテムだ。ただそれはあくまでも風水的な考え方であって、日本古来の迷信の考え方とは少し違う気がするわね。ご明察だぜ霊夢。表札板の表から釘打ちをすると、
病気のある様子を表すという意味があるから生まれたという説や、釘を打つことで固定されることから今の役職に固定されることを連想し、出世しないとしている説などがある。私がなんとなくわかると言ったのは最後に出た説の方だわ。5つ目は、梅干しの種を食べると罰が当たるという迷信だ。わざわざ食べないけどね。梅干しの種なんて、エビフライの尻尾ならわかる。いや私はそれも食べないが、成分が G と同じらしいぜ。成分が同じでも物が違うからいいの。まあ、この迷信はあれだな、梅の種には神様がいるというあれだ。神様がいるからというのは教育的な脅し文句でしょ。もったいないお化けと同類の感じだと思うわ。梅の種の中には硬い皮に覆われた白い実があるんだ。ジンというやつだっけ？そうそう、このジンにはアミグダリン、青酸配糖体が含まれる。漢字にすると物々しいわね。これは胃腸などで酵素によって分解されシアン化合物になり、青酸中毒を起こす可能性があると言われている。そこから梅の種を食べてはいけない、という迷信になったのね。ただ、あくまでも熟していない実の種の場合だぜ。完熟するとこの物質は不活性化するから特に問題はないんだ。まあ、でも、わざわざ食べないけどね。ところが中国では梅の仲間であるアンズの種には薬効があるとして、安眠として使われてきた。アンズにも同じ物質があるのね。もちろんあるぜ。ただそれを薬効があるからと利用してきたわけか。安眠豆腐とかな。安眠。マジか。まあ、いずれにしても多量に摂取しなければ実は問題ない。6つ目の迷信は、雷が鳴ったらへそを隠す。私がさっき言ったやつだ。雷様におへそを取られる、という感じで言われてるやつね。まあ雷の正体は電気だからへそを取られるなんてことはないが。だよね、由来が謎なのよねー。一説では、雷が鳴るときは空気が冷たくなるから、お腹を冷やさないようにという意味があると言われているな。まあ確かに、雷のときって空気が冷たい感じはするわね。単に雨とセットなことが多いとか太陽光が届きにくいとかがあるが、それ以外にも理由はあるんだ。そうなの？そもそも積乱雲は強い上昇気流が発生することでできるものだ。積乱雲が、いわゆる雷雲ね。特に夏場は強い日差しにより地表付近の空気が温められるだろ？暖かい空気は軽いから上昇気流が発生しやすいと。暖かい空気が上空まで運ばれたら、今度は逆に冷やされる。そして空気中の水蒸気が小さな氷や水の粒になる。それが雲というものだよね。この雲の粒が周りの水蒸気を取り込んだり、雲粒同士がぶつかったりすると大きくなっていくわけだ。へえ、そういう仕組みだったのか。すると、重くなって地上に落ちようとする働きが生まれる。これが雨というわけだな。わかりやすいわ。ただ、この途中で水や氷の粒はある程度蒸発していく。蒸発したことで周囲から熱が奪われていくわけね。そうそう、熱を奪われた冷たい空気が周囲より重くなる。それが積乱雲から出る冷たい空気の正体というわけか。そういうわけで、意外と科学的な説があったりする迷信だな。もう一つの説には、自然と前鏡になるからというのもある。前鏡？どういうこと？周囲より高いところに落ちやすいだろ？まあ、そういうよね。かがめば少しは落ちにくくなるかも、という話なわけだな。なるほどなぁ。気休めだと思うけどね。7つ目は、ご飯を残すと目がつぶれるという迷信だ。迷信って妙に物騒なんだよねー。まあ、これはご飯を粗末にしてはいけないという戒めのための迷信だ。そうだよねー。お米を粗末にするのは日本人にとって禁忌って感じ。お米というのは昔から日本では特別なものだった。江戸時代には貨幣と同等かそれ以上の価値があったもんね。生産してる農家ですら年貢で持ってかれて、食べられなかったくらいだからな。貨幣制度があるのに貨幣の代わりとしても使われる、金みたいなものだったと。そして、米には三体の仏様が宿るとか天照大神のお目だとか、そういう信仰もあったくらいだ。天照大神の目だから粗末に扱うと目が潰れるよ、となったのね。そういうわけだな。天照大神、めっちゃ目あるじゃん。八つ目は、バカは風邪をひかないという迷信だ。よく聞くやつ。未だに漫画とかでは出てくることがある言葉だね。バカは風邪ひかないって言うからなと煽ってる奴が最後に風邪をひく、というオチが漫画でよくあるな。バカは誰か、わかったようだな。これは迷信でもあり、ことわざでもある。なんでそんな言葉があるんだろう。バカと呼ばれる人の鈍感さを例えた感じの言葉だな。つまり風邪をひいてることにすら気づかない、ということなのよね。そのことわざから転じて本当にバカは風邪をひかないのでは、という感じで迷信になっていったんだ。その発想がもうおバカ感あるのよ。
医学的に分析する人が結構多くて面白い言葉でもあるぜ。神経質なタイプの人は心配や苛立ちが多くてストレスが増加しやすい。ストレスが増加すると免疫機能が低下するわけだよね。一方鈍感な人はストレスをあまり溜め込まない傾向にあるから、免疫機能の低下を避けられるという風に分析されたりするな。まあストレスを感じにくい人をバカと表現するのは乱暴な解釈だね。まあ全く根拠がないとは言い切れないという程度の理解でいいと思うぜ。よし、ちょっとバカになってくる。お前はそのままで大丈夫だろ。どういう意味よ。9つ目は、ツバメが巣を作った家は幸福になるという迷信だ。聞いたことがないけれど、家の中に出たクモを殺しちゃダメ、というのと似た感じがするわね。ちょっと違うんだよな。クモを殺しちゃダメという迷信はクモが他の害虫を食べる上に、人間に対して危害を加えない益虫だから生まれたものだ。じゃあツバメの巣の方はどうなの？ツバメが巣を作る場所に理由があるという説が一般的だな。ツバメが巣を作る場所？ツバメは適当に人の出入りがあって湿気が少ない爽やかな環境で、巣が壊れないところを選ぶんだ。つまり、恵まれた環境というわけね。こういう環境は人にとっても他人との縁があるだとか、過ごしやすい環境だとかそういう要素があると考えられる。まあ人の出入りがあって湿気が少ない環境だもんね。あとは巣を壊さない優しい人が多いということでもあるな。それは確かにそうかも。それで実際に幸せそうな家庭が多かったからこういう迷信が生まれた。なるほどな。確かにクモの話とは全く違う方向性の迷信だったわ。10個目の迷信は、誰かに噂されるとくしゃみが出る。ああ、よく言うやつ。くしゃみしたら誰かが噂してるなーって。くしゃみという言葉の語源はくさめ、という言葉だ。くさめ？くさめはくしゃみが出た時のまじないの言葉だったんだ。大昔にはくしゃみをすると鼻から魂が抜けると言われてた。おお、すごく昔っぽい言い伝えだわ。だからくしゃみをたくさんする人は寿命が縮んで早死にするとな。まあ風邪で亡くなることも昔は多かっただろうから、そういう話になったんだろうね。それを避けるために唱えてたのがくさめ、という言葉だな。マジで呪文じゃん。こういう感じで昔の人はくしゃみに何かの力を感じ取っていたわけだ。万葉集の第11巻2637番紙はくしゃみを連発するのは、愛する妻が私を思ってくれているからだろうという内容のものがある。悪い意味でもいい意味でもくしゃみを特別視してたのね。で、この他の力や人の思いによりくしゃみが出るという考えが、噂されるとくしゃみが出るということに派生したという説だな。ほう、面白いじゃん。他にもくしゃみにはたくさんの迷信があるんだぜ。例えば、1回目は誰かに褒められている。2回目は誰かに憎まれている。3回目は誰かに惚れられている。4回目は風邪をひく。くしゃみの回数によっていろいろあるのね。最後だけまともなのが面白いわ。あと100回連発すると死ぬとかな。迷信、死にがち説？11個目は、子育て幽霊だ。超常現象系の迷信だな。なんかあれね、そこはかとなく昔話感があるわ。妊婦が死んで埋葬された後に母中で出産して、その子供を育てるために幽霊になり、雨やに買い物に来る、という昔話があるんだ。本当に昔話があったのか。ちなみに買ったのは団子、餅、菓子、砂糖、乳の粉らしい。えらく具体的だわね。そして母中で生まれた子供は後に見つかって育てられ、僧侶になったとされてるな。その昔話が結構信じられていたという感じなんだね。まあ面白い話ではあるけれども。あとはまあ妊婦埋葬の習俗に基づくという説があるな。東北地方とかの一部にある習俗だ。妊婦を埋葬するというのがあるのね。こういう昔話も迷信の一種だと言えるな。いろいろあるんだな。12個目の迷信は、嘘をつくと閻魔様に舌を抜かれる、だ。これはあれね、子供を教育するために作り出されたパターンね。閻魔というのは地獄の裁判長だな。すんごく適当な言い方だけどまあその通りなのよね。死んだらまず閻魔大王のところに鬼に連れて行かれて、生前に悪いことをしなかったのかと尋問を受けることになる。そこで天国か地獄かを振り分けるという役割よね。重い罪があれば容赦なく地獄へ、それ以外は天国だ。基本は天国なのが友情だわ。嘘をつくのは悪いことだから死んだ後で閻魔様に裁かれてしまうよ、という脅しなわけだよな。嘘つきは泥棒の始まりよりも効果があると思います。複合してみるのも良さそうよね。複合？嘘つきは泥棒の始まり、泥棒をすると舌を抜かれて地獄行き、舌を抜かれた上で地獄に送られる。どえらい報いだな。現世での裁きよりえぐくなるわ。というわけで、今回の話はここで終わりとさせてもらうぜ。
前回もやったけど、迷信ってこんなにたくさんあるんだね。探せばまだたくさんあるんだろうぜ。まあでも、迷信の多くは科学とかが進んできて信じられなくなったわね。逆に科学や医学が進んだことによって馬鹿にできなくなったのもあるがな。今後はこういう迷信は生まれにくくなるのかな。それとも形を変えて違うアプローチから生まれたりもするのかな。そういうのを妄想するのも面白いな。みんなは今回の話どう思った？よければチャンネル登録や評価、コメントもしてくれると嬉しいぜ。ご視聴ありがとうございました。